微算数理工学の7回目の授業を始めていきます。今回は微算代数の最終回になるんですけども、有限群を前回扱いました。その応用として2つの問題を解決していこうと思います。で、1つ目は15パズルです。で、もう1つ、タイリングの話をしていきます。では、15パズルからやっていこうと思います。15パズルこういうものでした。これは第0回目のガイダンスの時にこれやりますよって言ったものですね。4×4 の盤面に、こんな感じですね。1から15の書かれた正方形のコマが置かれています。で、1箇所、この空きがあるんですね。で、これを利用してコマを動かすってことをします。で、コマを動かすのは、例えば、この12っていうのを、この真下に動かすか、15っていうのを横に動かすということが、ここの場合はできるということですね。まあ、10に人に動かすと、こんな感じ。で、それを、繰り返し行っていって、例えば、こういうような、目的の配置も与えられていて、これを作成するというようなパズルです。もしかしたら、いろんなところでこういうもの、遊んだことがある方もいるかもしれません。で、このサムロイドの問題とよく言われているものが昔からあって、これ賞金が確か、この提案された時にはついてたと思うんですけども、この盤面からこの盤面に移す。これ、どこが違うかっていうと、この一番最後のこの14と15だけが入れ替わっているんですけども、これを、行ってくださいっていう問題だったんですね。このサムロイドの問題。だから、解けるかっていう問題というか、解いてくださいっていう問題だったんですね。で、もしこれ解けるんだったら、その解くための手順を示してあげればいいわけです。ただですね、これ実際これ解けないんですね。で、解けないときには、どうやっても解けないとかって言っても、それは、証明にならないわけです。だから、その解けないってことを、しっかりと、納得してもらうっていうことを、どのように行えばいいのかっていうことが、大変なのかもしれないわけですね。で、あんまり思いつかないかもしれないわけです。で、それをですね、今からやろうということです。簡単というか、今から時間を使うことで、実はそれが、説明できるんだ。この解けないことが説明できるんだってことを紹介したいと思います。で、そのためには、二つの、ステップを踏む必要があります。で、一つはですね、時間を得るということです。このパズルの状況があったとして、このような状況に至ったとします。で、これからですね、ここの状況から、時間を作ります。で、どのように作るかというと、まずこの空きマスがあるんですね。空きマスがここに。で、空きマスのところには、仮に、別の数値、例えば16っていうのが、対応してるっていうふうに見なすことにします。で、見なすと、これはですね、どういうふうに見なせるかっていうと、こういうのは痴漢だと見なせるんですね。何かというとですね、元々のこう盤面には、こうなんか番号がついていて、左上から順番に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16っていうふうな、各マス目には、あらかじめ番号がついてるというふうに思っています。で、それでですね、例えば、ここに、こう1という、マスがあるんですけども、1っていうのは、ちょうどこの10のマスに、対応するマスにあるので、1は、この時間において10に移されるんだというふうに思うですね。1は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10に移されるんだというふうに思うということにするわけです。で、そうすると同じようにすると、2っていうのはここにあって、2は13に移されると。2は、これですね、13に移される。こんな感じで考える。で、16は6に移される。16は6に移される。16のここですね。16は1、2、3、4、5、6に移される。こんな風に、この盤面があったら、それがこういうふうに痴漢なんだっていうふうに思うことにするわけです。で、そうすると、この一つなんかこのような、マスの状況、盤面があったときに、そこからこのような痴漢っていうのが1位に作られますし、何か痴漢があったら、そこからこのような、マスの配置っていうのを復元できることになります。いいですか？だからこれ1対1対4ですね。この1対1対4。こういう関係になっているんです。なので、何を言ってかっていうと、実は、この、盤面の状況っていうのは、この、痴漢を見れば、全部、情報が読み取れるということになるわけです。で、今後は、この痴漢を見ていきましょうということになります。はい。で、痴漢を見て、何が分かるかっていうと、このですね、痴漢。
は、実際にここの、この図のですね、交点の数、これ数えるの大変ですけど、これはやろうかな、実際に。やるとなんか間違える気がするので、やってみると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41。ここ難しい。42。はあ。ここは大変ですね。って感じで、増えていくと、これ偶数の数なんですね。諦めてしまいました。すいません。これ偶数の数。ちょっとこれは、実際に計算してみたらどうわかるはずなんですけど、すいません。ちょっとここの図では、パッとわかんなかったんですけど、これ実際に偶数の力になるということですね。ちゃんと書かせないですよね。すいません。ちょっと諦めてしまいました。で、何なのかというと、じゃあ、サムロイドの問題を、この痴漢の見方をしてみると何かというと、この、すいません。これですね。1から15まで、気持ちよく並んでる盤面っていうのは、これは、まあ、ここに書いてあるような、口頭痴漢に対応するわけです。これ口頭痴漢ですね。で、今、ちょっと口頭痴漢のことを、ここではパイ1と書いてます。で、この一箇所だけ15の14が入れ替わってるっていうものがサムロイドの問題では与えられるんですけども、その場合はこの、15と14に対応する部分だけこう入れ替わってるってことなわけですね。で、そういう時間に対応するわけです。この場面は、この時間に対応する。で、今これをまあ π0 ということにしましょうということになります。で、サムロイドの問題っていうのはこの時間の読み方で言うと、π0 を π1 にできるかっていう。そうですね。で、できるかというのは何かっていうと、その、この16っていう部分に、その、空いているマス目を利用して、この痴漢をですね、どんどん、この π1 の方に、まあ、近づけているというか、π1 の方に、まあ、持っていこうとするわけですね。で、その、持っていくことができますかっていうのが、まあ、問われている問題なわけです。で、そうすると、じゃあ、この、例えばこの12と16を入れ替えるとか、14と16を入れ替えるとか、何なのかってことを、痴漢の言葉で、言い表す必要があるわけです。そうすると何かというと、まずですね、その前に、問題は、これは既知観、これ偶知観っていうことをまず見てみていただく。で、これ、右側がこれ、口頭痴漢ですけど、これが偶知観だってことはすぐわかる。なんでかというと、この交点の数はこれ、0ですから、で、0は偶数だからですね。で、一方で、左側の方を見ると、これ、交点1個しかありませんから、交点の数は奇数、だから既知観だということですね。だから、既知観、この π0 っていう既知観を、π1 という偶知観にできますかっていう、まあそういう見方もできるわけです。で、この既知観と偶知観だって見方は今後重要になってきます。はい。それで、じゃあ例えば、その一つ、そのマスを動かすっていうのが、痴漢においてはどういうことに対応するのかってことを考えましょう。例えば今、このような、盤面があって、それに対応する痴漢を書いています。これ、π としています。で、一方で、で、その時に、この16っていう部分、これは今空いてるんですけども、その隣に、右にある3っていうのを16の方に動かします。で、動かすと、この右に書いてあるような盤面が得られるわけです。で、これは、痴漢の言葉で言うと何をやってるのかっていうと、この3と16っていうのを入れ替えてるわけですね。入れ替えてる。で、これどういうふうに入れ替えてるのかっていうと、この痴漢の方で見ると、もともと3っていうのは、この位置ですね。この位置になって、これ7ですね。多分ね、7に対応するんですね。で、16っていうのは6に対応するようになるんです。まあ、隣り合ってるわけですね。で、隣り合ってるところがあったときに、それを入れ替えて、右のような状況になったとすると、右の状況では、これはどういう痴漢に対応するのかっていうと、この3と6以外、3と16以外は、この痴漢で移る場所は変わらないわけです。動かしてないから。で、3と16のところって入れ替わってることになります。つまり、3の先が6になっていて、16の行く先が7になっていると。こういう形なわけですね。そうすると何がわかるかというと、もともとは、この3から7に行ってる部分と16から6に行ってる部分の矢印っていうのは交差してたわけです。交差していたわけ。で、それが、この変換を、変化剤で移動させた後の痴漢を見ると、交わらないようになってるわけです。別からすると、この π という痴漢に、この3と16を入れ替えるっていう、つまりこの6と7を入れ替えるっていう互換ですね。互換。互換を施すことによって、このパイプラインという、痴漢が得られているってことになります。いいですか？だから、その、痴漢の記法を使うと、パイの後に、67という互換を、
使うことによって、パイプライムという機関ができますよということになるわけです。いいですか？で、このようにして、この一つの、この、マスを動かすっていうのは一つの、まあ、互換に対応するんだということがわかるわけです。はい。ですね。今言ったことを、もう一度書きました。コマを一回移動させることは一つの互換で表せるということになります。そうすると、サムロイドの問題っていうのはどういうふうに言えるのかっていうと、π0 を、に対して互換を何回か適用する。まあ、その時には、本来はこの7、8とか10、15とかっていう、このようなですね、動かせないところに対応する時間は、まあ、使っちゃいけないんだけども、まあ、それも、まあ、許すとしていただければいけないんだけども、まあ、それもちょっと、許して、この π1 にできますか。そのような、互換の列ですね。シグマ1からシグマ K というのは存在しますかってことを聞いてるんですね。だから今はこの16を、使うような互換しか本来は許さないんだけども、実は、それ以外のところを交換しても実はできないということが言えるんですね。だからまあこのような形で言ってます。で、重要なのは何かっていうと、もともとのこの π0 っていうのは基地化であって、π1 っていうのは、すいません、今のほうが言い方が良くなかったかな。大丈夫ですね。π1 は偶値化。なので、このような互換の数っていうのは奇数でなければならない。というのは重要です。置換、偶置換とか奇置換っていうのの、定義は何だったかっていうと、それを表現するのに、それを表すのに使う互換の数の偶数か奇数かってことに一致するというふうな形の定義だったんですよね。で、今、π0 自身は偶置換で、π1 奇置換ですから、この、こちらのですね、左側全体が基地化になるためには、K が奇数である必要があるんですね。いいですか？だから、その奇数個の互換を使って、π0 を π1 にできますかという、まあ、そういうことをまあ考えることになるわけです。はい。で、ここまでが、その基幹を使って、サムロイドの問題をまあ言い換えたというか、まあ、同値の言い換えじゃないんだけども、このですね、存在しないってことが言えれば、この π1 から πk、奇数個の互換が存在しないということが言えれば、π0 から π1 には移ることができないということが言えるということが分かったわけです。いいですか？いいですか？で、じゃあ本当にないんだということを言っていくんですけども、そのためにどうするか。そうか、だから今言ったのは、ちょっと待ってくださいね。どこを動かしてもらって言ったのはちょっと間違いかもしれない。ちょっとすいません。あとでちゃんと検討します。すいません。リアルタイムの時にちょっと答えることになるかもしれません。嘘かもしれないので、まだ嘘を言いがちで言いません。いけませんね。すいません。16をちゃんと動かすんだってことの、性質を今から使っていきます。そうですね。それ使わないと多分、この証明はできないですね。すいません。ちょっと証明の流れを見失っていたので、間違ったことをよく言うんですけども、今日も言ってしまいましたね。間違ったこと。16を動かすような互換ですね。この、今、π1 から πk っていうのは、その16を動かすような互換でないといけないんですけども、それが多分ポイントで、多分、16が動くので、その16がどのように動くのかっていうことを見ていきます。で、最終的に、はじめは16右下にあって、最終的にも、まあ、ところも右下にあるんですね。で、そうすると問題は何かっていうと、16を奇数回だけ動かして、ここからここに持っていけますかってことになるわけです。互換では必ず、この16が動くわけです。今のその、まあ、その動かし方では。で、それをやっていきたい。で、そうするとですね、今、じゃあ、この動かし方を表すために、このマス目の、状況をグラフを使って表してます。これグラフですね。で、これを今、一末模様ってことが通じるかどうかわかんないんですけども、一末模様、白黒で塗ってます。交互に塗っていると。そうですね。で、こんな感じになる。で、今、その16っていう、空いてるマスのところは、今赤くしてます。赤くしてます。で、そうすると、今、例えばですね、この16っていう空いてるマスを使って、その隣の3っていうのを空いてるマスに動かす。ってことをするのは、その空いてるマスだけに着目すると、空いてるマスが動いてるっていうふうにも見えるわけです。何を言ってるかというと、今この左の状況では、上から2番目、左から2番目のところに空いてるマス、赤い頂点があるんですけども、これ動かした後、3を動かした後には、その赤い頂点っていうのが、その右に動いてるっていうふうにまあ見えるわけです。いいですか？ではですね、
もともとあるかな？もともとない。もともと、じゃあ、もともとはですね、16って何？右下にあったんです。だから、ここですね。ここにあったんです。で、右下のマス、これ白です。で、一回動くと、必ず白から黒に変わります。ですね。この場合も白から黒に変わります。なんでかっていうと、白の隣は全部黒だからです。ですか？だから、白から一個、白の場所にいる赤い点が、赤い丸は一個動くと必ず黒に変わります。黒に行きます。で、黒にいたら、そこから一個置くと、これ必ず白に行くわけです。それなんでかっていうと、黒の周りは全部白だから。いいですか？って感じで、白から始まって、黒、白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 と、奇数回移動することで、右下の白に戻ってこれますかってことを考えるわけです。ですから、今、白から黒に移動するっていうのは、一回五感を作用させてる。使ってるってことだと思うわけですね。で、五感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 っていうふうにやっていくと、最終的に白に、その一番下の方白に戻ってこれるんだけども、その時の五感の数っていうのは、どうやっても偶数にしかありません。なんでかっていうと、奇数回、五感を作用させると、黒のところに行くっていう形で、この白と黒が交互に必ず現れるわけです。この赤いのを動かしているときには。で、そうすると、白から始まって白で終わるためには、その五感の数っていうのは必ず偶数でなきゃいけない。だけども、今は、奇数回の五感、奇数この五感を使ってそれを実現したいと言っているのだから不可能であるということになるわけです。じゃあちょっとここに書いてあることを読んでみます。1回の五感により16のあるマスの白黒が変わる。このですね。で、右下のマスは白です。つまり、白から白に行くための五感の数は偶数でないといけないということになったというのは今説明したわけです。で、これは五感の数が奇数でなければいけないことに矛盾するということです。つまり、結論。としては、サムロイドの問題に対する回答は解けないんであるということがわかるわけです。だから重要なポイントは何かというと、この16の、その相手でマスを動かすっていうのが五感に対応するということですね。で、その五感の数っていうのは奇数でなくちゃいけないということですね。で、16から16に、相手のマスが戻ってくるためには使う五感の数が偶数でなくちゃいけない。矛盾。あ、解けるとすると矛盾。ということで解けない。ということになるというわけです。よろしいでしょうか。これはですね、このジョンソンとストーリーの、これ多分論文なんです。論文ですね。まあ論文でしょうね。1879年、もうすごいですね。100年以上前の論文に、もうこれ書いてあるというか、指摘されているという話です。いかがでしょうか。いいでしょうか。でですね、これは今、この4×4 の話だったんですけど、別にこれ 4×4 じゃなくても、いろんなところで同じような話はできることになるわけです。で、ポイントは、こういうそのグラフを作っているところもポイントなわけですね。その時間を使っているというところもポイントですし、このグラフを考えているというところもポイントなわけです。で、そうすると、今これ 4×4 の盤面というか、格子で問題を考えていたんですけども、そうであるような必然性はあんまりないかもしれない。例えばグラフが、適当にあって、こんな感じだというか。1、2、3、4、ことが書いてあって、で、1個余ってて、これ余ってるところを使って、この数字を入れ替えるわけですね。こういうような感じの、パズルも考えられるかもしれないです。で、実はそういう研究もあって、それはですね、この下の方ですね。先に言いました。下の方から言ってみました。考えるグラフは 4×4 の2部グラフでなくても良い。こうしてなくても良いということになります。で、他のグラフに対する研究っていうのも、これも古いんですけどね、1974年の論文行われていて、これはですね、割とそのグラフ上のパズルと、その群とかですね、あとトポロジーとかですね、そういうものに関わってきていて、非常に奥深い論文です。だから、なんだろうな、こういうそのパズルとか、そういうものの、研究から、こういう奥深い数学が生まれてくるとか使われることがあるっていうのは非常に面白いですね。私にとってはね。私にとって面白い。皆さんにとってどうかわかんないですけども、私にとっては面白い。っていうことがありますし、パズルの研究とかっていうものが世の中に割とあったりするんですけども、そういうところでこういう数学が実際使えるんだってことは非常に重要な知見であって、ぜひそういうことを皆さんにお伝えしたいということが、ここのところで言いたかったことの一つです。で、上に来たら何かっていうと、今はですね、既知観から偶知観だから作れないっていうふうに言ってたんだけども、では、初めに与えられる、
こちら側ですね。こちら側が偶時間だとすると、今の方法では解けないというか証明できません。別の言い方すると、もともとの盤面が、そう、既知感に対応するような盤面だったら、今の話を使うことで、やっぱり解けないということが言えます。ただ、もともとは既知感だったら解けないっていう結論になるわけです。じゃあ、もともとが偶知感だったらどうなんでしょうっていうと、今の方法で解けないってことは証明できないわけです。ですか？だけども、実は、初めが偶知感だったら、実は必ず解けるってことが言えます。つまり、初めが偶知感であったら、うまく解くような手順が存在します。これはこれで奥深いかもしれませんけども、これも先ほど言ったその100年前、100年以上前の論文に書いてあることなんですね。もうすごいですね。だから、解ける場合と解けない場合っていうのが、この初めの盤面の時間の性質で全部語ることができるってことになったわけです。だからこれはですね、なかなかすごいですね。なかなかこんなにいい性質を持つような話っていうのは世の中にそんなにないんですよ。で、これはすごく良い性質を持つパズルですね。素晴らしいですね。まあ、素晴らしいっていうのは、素晴らしいというか、深いですね。いいですね。だから、ここは重要なことがあって、その解ける解けないっていうのは完全に分かってる。完全に分かってる。で、そういうこというようなパズルって、まあ、割とある場合もあるし、あんまりない場合もある。全然答えなくてですね。あんまりなかったりするんですよ。今で言ってると違うな。ある場合もあるし、ない場合もあるんですけども、これはすごく綺麗に、まあ、100年以上前に解けてるんですね。だそれ、話っていうのは、なんだろうな。パズルと数学の、狭間においては非常に、よく知られた結果でもあるし、先駆け的な、結果でもあるということなので、ぜひ皆さんにご紹介したかったということになります。はい。ここまでが15パズルの話になります。ではですね、次なんですけども、タイリングの話をしていきたいと思います。タイミングってこういうようなものですね。なんかこう盤面ですよ。僕もなんか盤面って聞いたので、だから盤面って言葉ばっかり使ってよろしくないですけど、これ盤面。で、ここに、今は 4×4 となってるんですね。4×4。で、ここにこの今、1×2 ってこういう、まあ、タイルがあると。これがタイルですね。で、これを使って、このですね、盤面を敷き詰めたい。敷き詰めるっていうのは、で、ここで回転させてもいい。このタイル回転させて、まあ、こういうようなタイルであるというふうに思っても構わないんですね。で、今これ1個しかないんですけども、まあこれをたくさん使って、たくさんいくつ使ってもいいんですけども、いくつか使って、この盤面を置いたいと。どうします。で、まずじゃあ、考えなくちゃいけないのは、これ、もし、ここで敷き詰められるんだったら、今このタイルの面積っていうのは2なんですね。1×2 でこれ2ですね。で、そうすると、これ敷き詰められるって、あ、まず敷き詰めるって何か言ってないですね。敷き詰めるっていうのは、間がなく、重なり合うこともなく、ぴっちりと覆うことができるっていう意味です。で、そうするとですね、そういうことができる、こう敷き詰めることができるとすると、ここの盤面の面積が、このタイルの面積の倍数だって言われます。ですよね。で、例えば、この、右側の盤面と面積は 4×4 だから16ですね。16。なので、もし敷き詰められるんだったら、タイルを何個使うのかということがわかるわけです。なんか使うタイルの個数。これは、16を2で割った量に、ね、数になります。これ8ですね。だから8個のタイルを使って覆えますか、覆えませんかっていうこと、まあ、それを聞いてるというふうに思ってもらえばいいわけですね。で、実際この場合覆えます。まあ、こんな感じで覆える。まあ、こちら、たくさん覆う方法あるんですけども、そのうちの一つをここでは示しています。で、まあ、こんな感じで、覆うことができる場合には、こういうふうに覆い方を示してあげれば、あ、確かに覆えますね、ってこうわかるわけですね。じゃあですね、次の例。今ですね、ここにあるのは 5×5。5×5 ですね。で、こちらは 1×2 ですね。答え。じゃあこれ敷き詰められますかっていうと、これは敷き詰められないわけです。で、これは先ほど言った通り、面積を考えればわかる。今、この左側のタイルの面積は、2ですね。で、じゃあ、右側の
盤面って呼んでるもの、これの面積がどんだけなのかって言われると、これは15な、25なわけです。あ、今先算が出てるんです。25なわけです。で、25っていうのは2の倍数ではないので、そのきっちりと敷き詰められないということになるわけです。だからこれ答えは敷き詰められない。で、今言った通り、まあ、理由は、その2っていう面積と25っていう面積を見れば、ま、わかるわけですね。で、今からですね、これを、なんか一般化していきたいんですけども、一般化するために、ちょっとこの例は簡単すぎるんですけども、文論を使っていこうと思います。で、どういうふうに使うのか、その敷き詰められないってことを証明するために、今はその面積を見たんですけども、この後で面積では、語れないような例を出します。なので、まあ、その準備のために、今の例で、そのアイデアを説明していきます。どのようにして、その群を使って敷き詰められないんだってことを証明するのか。で、そのためにはですね、ここに書いてある、図形の境界語っていうものを考えるっていうことをします。今ですね、この図形っていうのは、その先ほどの正方形を貼り合わせたような図になっていると思ってます。で、それはちょっと、今後の話は重要です。で、そういうのをですね、ポリゴミノと言ったりするんですけども、この正方形を貼り合わせてできるような図形のこと。ポリゴミノを考えます。ポリゴミノ。で、穴が開いてないポリゴミノ。穴が開いてないポリゴミノですね、を考えます。で、何をするかっていうと、その境界上の一点をどこでもいいので固定します。固定します。それは、先ほどの言い方で言うと、なんだろうな、正方形を、つなげて、この図形できてるんだけども、その正方形の頂点になっているところ。まあ、実はここでもいいんですけども、だから、中途半端なところはダメで、その正方形の、わかんないですね。書きましょうね。だから、こういう正方形が、もともとこう、あるんだけども、まあ、ここら辺はこれ大丈夫。この正方形の頂点。だけども、その間ぐらい、ここら辺とかね、こういうのはダメです。ということですね。で、この場合は、まあ、わかりやすいように、この角を取っていきます。角を取っていきます。で、何をするかというと、今、私がですね、この角のこの示した点、ここにいるとします。まあ、だから、人間として立っていると思ってください。で、このようなですね、このポリドミノで表されているような土地があって、この周りをぐるっと歩くと思ってください。で、歩くときに、歩いた方角に従って、印をつけていきます。マークをつけていきます。で、マークは、ここに書いてあるようなルールでつける。東に動いたら X、北に動いたら Y、西に動いたら X インバース、南に動いたら Y インバースとするというふうにします。で、まあ、この気持ちは何かっていうと、右に動いて、東に動いた後に、西に動いたら元に戻る。ってことを、まあ、この X と X インバースっていうのは、その気持ちとして含んでいると思ってください。で、それで、じゃあ今ですね、この左下の場所から、反時計回りに、この土地を回っていって、それに従って、この印をつけていこうと思います。で、その印を書き、順番に書き下していきます。そうすると、はじめ第一歩目は、右に動いているので X になって、その次も右なので X で、ここまで行きます。でそしたら次は、上、北なので、上 Y になります。Y で書きます、ね。で、次は、まあ Y、上に行きました。で、次は右なので X という感じです。で、次、下なので Y インバースですね。南はインバース、はインバース。で、次は、右上、X、X、X と続きます。いいですか？ここまでいいですか？で、ここまで来ました。で、次、縦に行きます。縦というか、北に行きますか？と、Y ですね。Y。で、西に、1、2と進みますから、X インバース、X インバース。で、上に行きますから、Y、Y です。で、西に行くのは、X インバース、インバース、インバース、インバース。4つです。ですかね。で、その後、南に行きます。Y インバースです。はい。で、ここまで来まして、次は東ですから、X ですね。X。で、南、西、南。なので、Y インバース、X インバース、Y インバース。はい。という形になります。で、今ですね、これで元に戻ってきました。で今ですね、これはですね、なんか X と Y という、要素を持つ群における積だとみなすことにします。で、そうするとですね、前回の、約束というか、記法を思い出すと、まあ、これはこんな感じがある。X が連なっているところは X の2乗とかですね。X に連なっているところは X の3乗とか、取れると。こんな感じになるわけです。はい、で、そうすると、これその X の
インバース2つあるところは x のマイナス2乗ですね。こういうふうに書けるという形で、まあ、今これ、簡略化というか、式の部分を短く書いたというだけになります。で、これのことを、この図形、ポリオミノの境界語、バウンダリーワードと言ったりします。でそうすると、例えばですね、まあ、ここに、1×2 とそれを回転させた 2×1 っていうのがあって、ここに 4×4 の盤面があるんですけども、それ、これはもうポリオミノなので、境界語が考えられるわけです。で、境界語を考えるときには、まあ、どこか一つ場所を設定して、そこからどうなるかってことを作るわけです。で、そうすると、1×2 の、タイルは、まあ、半時計回り、この半時計回りっていうのは、このすべてのタイルと盤面では共通に取る必要があるんですけども、あるのかな、共通に取るといいと思うんですけども、共通に取ると、このタイルが、右に2つだから x2 乗で、縦で y なんです。同じ。で、2c になりながら x-2 乗、y-1 乗という形で境界を作れます。で、2×1 の方、回転させたものは、x インバース、 y インバース、 y インバースという形で境界を作れます。で、同じような感じで、この盤面も、x4 乗、y4 乗、x-4 乗、y-4 乗という形の境界を作るという形になります。ここまでいいですか？で、この境界語が何の役に立つんでしょうということをちょっと考えてあります。で、今、ここに挙げている 4×4 の盤面っていうのは、ちょうどこのタイルで敷き詰められる場合なんです。だから、敷き詰められる場合には、この境界語を使ってどういうことが起きているのかということをちょっと考えてみたいと思います。で、そのためにいきなり申し訳ないんですけども、このような群を考えます。で、これは何でしょうと言われると、これは前回の書き方をすると何だったかというと、これはここに棒がありますから、その X と Y という文字を使って作られる群ですということになるわけです。群ですということになるわけです。で、そうすると、まあ、X と Y はこの、群の要素なので、その X の、インバースとか Y のインバースっていうのも、この群の中にはまあ存在しているわけですね。で、もちろん、単位元も存在しています。で、単位元は E です。ここに今 E と出てきてますけども、これは単位元です。で、その関係式っていうのがあるっていう話をしたんですけども、この関係式はこのようにここで定義しましょう。で、ここに、何とかは単位元であって、何とかは単位元とかですね。で、この何とかって何なのかっていうと、先ほどあったタイルの境界語です。タイルの境界語です。ですか。で、タイルの境界語が単位元ですよ、という群を作ります。あ、という関係式を持つ群を作ります。X と Y で生成される群を作ります。で、それを G と呼ぶことにするんですけども、これは何がいいのかってことを今から説明していきますね。で、今、ここに、この 4×4 の盤面が 1×2 と 2×1 のタイルを使って敷き詰められている状況を書いています。で、これは、どういうことなのかってことを、この群において解釈しようと思います。で、今、この、もともとのこの盤面ですね。もともとの盤面の境界語が x4 乗、y4 乗、x-4 乗、y-4 乗だったんです。で、何を考えるかっていうと、まあ、この今、こう敷き詰めがあるんですけども、この敷き詰め方を見て、一つ一つそのタイルを置いていったときに、そのまだタイルで敷き詰められていない部分がどのように変わっていくのかってことを見てみます。で、そのために、例えば、今ですね、じゃあ、ここの1番目、ここに、タイルを置いたとしましょう。そうすると、タイル置かれていない部分がこういうふうになります。じゃあ、今ですね、この残ってる部分の境界語を考えてみましょう。で、そうすると、ここは、左下から始まって、半時計回りになっていくと、東に4回、だから x の4乗。で、北に4つ行くので、これ y の4乗。なって、次、西に3回行くから x マイナス3乗になります。で、南に2回行くので、これ y マイナス2乗。で、西に1回行くので、x マイナス1乗で、南に2回行くので、y マイナス2乗という形になって、これは、x4 乗、y4 乗、x マイナス3乗、y マイナス2乗、x インバース、y マイナス2乗っていう境界語を持つポリゴンになります。で、それ、こういう書いたんですね。
で、これは今、この境界、このポリオミノの盤面の境界具をただ作っただけなんだけども、これをこの群においてどういうふうに作られたのかってことを考えるっていうふうにします。で、これ実は何なのかというと、もともとのこの盤面ですね。盤面とこの群においては同じ原理になっています。なぜか。もともとのこの盤面っていうのは、x4 乗、y4 乗、x-4 乗、y-4 乗だったわけです。でですね、今ですね、この1というのを置いたんですけども、これは 2×1 の、タイルだったわけですね。で、今ですね、そのタイルに対応する境界語っていうのがあって、その境界語っていうのは、単元ですっていうふうに、ここでは関係式として設定してます。で、今、それはここに書いてあります。で、これをよく見ると何がわかるのかっていうと、xy2 乗、x インバース y-2 乗が単元なので、この、両辺に、xy2 乗のインバースかける。左から。かけると何がわかるか、得られるかというと、左辺の方では xy2 乗2乗っていうのがこれによって、消えます。消えます。ので、残るのは、x インバース y マイナス2乗になります。で、右辺は単位元なので、その単位元にこれかけたら、そのこれっていうのが残ります。で、これはこれです。これはこれです。全然説明になってませんけども、これは多分前回の演習問題だったと思うんですけども、まあ、だから一般的に言うと、AB のインバースがあったら、これは B インバース A インバースになりますという、そういう関係式が群では成立しているって言いましたね。で、そうすると、この式が等式として得られるということになります。つまり、X インバース Y マイナス2乗っていうのは、Y マイナス2乗、X マイナス1乗と等しいということになります。この群においてね。この群において等しいということになります。そうすると、もともとこの、これですね。この全体の盤面の、境界語だったものを見ると、ちょうどですね、この部分。x-4 乗は y-4 乗のところにこれがあるんですね。あ、これは、こっちですね。x インバース y-4 乗ってあります。ちゃんと書くとどうかっていうと、x-4 乗が x-3 乗 x インバースであって、y-4 乗は y-4 乗 y-4 乗です。で、そうすると、ここのところに x インバース y-4 乗があるので、この上の等式を使っていると、それは y-2 乗 x インバースに置き換わるわけです。で、これ全部等しいっていう統合で結ばれています。で、この最後のものっていうのは、この右側のポリオミノの境界があったというわけですね。つまり、この1っていうものを置いて、残りの部分を考えるってことをする、してもかな、しても、この残った部分の境界は元々の盤面と変わりません。ってことが分かったわけです。今は、この左上のタイルを置いたときだけを考えましたけども、これはこの後、もう一つタイルを付け加えていっても、あるいは、付け加えていっても、穴が開かない限り正しいです。穴が開かない場合、その境界を今定義してませんから、穴が開かないように順番に外側からタイルを置いていくとします。じゃあ、例えば、2番として、ここですね。この部分にタイルを置くとすると、今1番と2番っていうタイルが置かれている状況になっていると思ってください。で、そうすると、残っている部分のポリウムのこういう形になっています。で、これはですね、境界語としてはどうなってるかっていうと、ここからスタートして、まず、右に4個、x4 乗。で、縦に y4 乗と。で、西に x-2 乗。南に y-2 乗。で、西に x-2 乗。で、縦に y-2 乗って形なので、境界語としては、x4 乗、y4 乗、x-2 乗、y-2 乗、x-2 乗、y-2 乗。って形になります。これですね。で、これは実は、先ほどの、この一つだけ欠けていた、この部分の境界語と同じです。ということになります。で、なんでかというと、これ先ほどの部分の境界語ですね。先ほどの部分の境界語を見て、ここでは、縦のタイルを置いているので、その縦のタイルに対応する関係式。これですね。これを見てあげると、ちょうど、この関係が先ほどと同じように見えると。同じ、先ほどのやり方と同じように考えると言えるんですね。先ほどと全く同じですね。はい。で、先ほどと同じような式原型ですね。この x-3 乗、y-2 乗のところを、x-2 乗、x インバース、y-2 乗、x インバースに置き換えると、この真ん中の部分が
引き換えられて、で、この X インバース2つ連なっているところをまとめると、こうなって、今考えている、残っている部分のポリオミノの境界語になりますよ、ということになるわけです。いいでしょうか。で、こんな感じで、実は、まあ、その、外側から順番に、まあ、3番、4番、5番とかですね。あ、ちょ、3番はやことやるとしている、3番、4番、5番とか、こんな感じで順番に小さくしていくと、最終的に、単位元と、もともと全体の、盤面が等しいということが結論として言えるということになります。ちょっと3番のところでやってみますね。3番のところでやると、これ3番のところですね。ここなんですけども、これは 1×2 のタイルなので、この 1×2 のタイルに対応する境界語が単位元であるという関係を使って、この元々の大きかった盤面と今小さくなった盤面が、この群において同じ元である、同じ要素であるということを言おうと思います。で、どうやって考えるかというと、もともとの、これですね、この部分を使うと、x2 乗 y が yx2 乗と等しいというか、が言えます。で、同じようになるんですけど、これどうするかというと、この両辺に、右から、今度は、だからこれは、yx2 乗をかけていくんですね。ですね。そうすると、まあ、どうなるかちょっと書いてみると、もともと x2 乗 y、x-2 乗 y-1 乗イコール e とかなっているところの、右から yx2 乗ですね。で、そうすると、右辺の方は、この、単位元に何とかかけてますから、その何かがそのまま残っているわけです。ですね。で、左辺の方どうかっていうと、この部分に y インバース y があるので、この部分単位元です。単位元ならこれ消えます。消えます。で、そうすると、その単位元に、消した後に x-2 乗と x2 乗があるので、これも、かけると単位元になります。だからこれも消えます。だから消えるので残るのは x2 乗 y ということになるわけです。で、この関係式が出てくるということですね。でそうすると、今ここの、式ですね。これは元々 この大きな部分の、境界語だったんですけども、その初めの部分じゃなくて、途中の部分かな。まあ、ここですね。x4 乗 y4 乗のところを見ると、こういう風になっていて、x2 乗、x2 乗、y、y3 乗分かけて、x2 乗、y の部分をこれで置き換えるということになるわけです。で、この評価ができるということですね。で、今なんか、まあ、このように、ちょっとまあ、代数的にというか、この関係式からしっかりとこの関係に導いて、こういう風に導いてるんですけども、これは、もう少しこの図形だけを見て考えることもできます。で、ちょっとそれやってみましょう。で、どういう風に考えるかっていうと、ちょっとこれ消しまして、今ですね、もともとはこの部分、この右下の部分にタイルがあったわけです。もともとは。右下の部分にタイルがあって、で、そのタイルがあった状況で、境界語っていうのを作ると、その時には、x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 、y、y、y、x インバース、x インバース、y インバース、っていうような形で、境界語を作っていたわけですよね。で、この、じゃあ、この取り除くところに対応するのは、ここの部分ですね。の部分。で、これは、この部分だけの生き方を見てみると、それは、x2 乗 y に対応するわけです。ですか？で、一方で、取り除いた後の上の部分ですね。上の部分、こちら側の生き方で見ると、これは何になってるかっていうと、これは、yx の2乗になるんですね。いいですか？で、それで何を言いたいかっていうと、実はこの同じ、スタート点から、生き方が2つあるんだけども、同じところにたどり着いてるわけです。同じところにたどり着いています。で、その、その2つのですね、この赤い生き方、赤い生き方、この生き方ですね。この生き方が囲む部分がちょうどタイルになっている時には、この yx の2乗と x2 乗 y っていうのは等しいです。なんでかっていうと、もともとは、このタイルっていうのは、この左下からスタートして、このぐるっと反時計回りに一周回ってるって形で作ったわけですね。で、その境界ごとで作ったわけです。で、そうすると、この今、紫で書いた、ピンクで書いた部分の境界ごとを作ろうと思ったら、はじめの、この二つの辺のところまでは、この赤を、そのままこう、x2 乗 y をそのまま辿ってるわけです。だから x2 乗 y がそのまま出てくるわけです。で、その後は、この青い部分じゃなくて赤い部分なんです。
すいませんね。この上の部分と左をたどっているところでは、この上に書いたこの yx2 乗っていう部分を逆向きにたどっているわけです。逆向きにたどっているんだから、境界合を作るときには、それは yx の2乗の、インバースになるんです。で、これが元の場所に戻っているんだから、これが元の場所に戻るっていう、単位元に等しいんですよってことを、この図の見方からすると、まあ、その直感的に分かるわけですね。直感的に分かるわけです。で、まあ、これなので、実際 x 二乗 y は、yx の二乗と等しいという形の、まあ、式が得られるということですね。だから、この生き方をたどったときに、そこに囲まれる部分がタイル1個分、あるいはその部分自身がタイルで敷き詰められている場合には、どんな生き方をしても、同じ元が、この群において得られるってことが言えるわけです。ってことなので、この xxy っていうの青い部分を yxx に置き換えても、この群における要素としては同じものが得られるということになるわけです。ということで、この x2 乗 y を yx2 乗に置き換えてっていうのは、まあ、図形においてはそういう意味になっているというふうに思ってほしいわけですね。ちょっと今の説明をすることによって余計混乱させた可能性ありますけども、いいでしょうか。はい。という形で、結論としては何なのかっていうと、この初めの盤面というのは、このようにその一個一個タイルを置いていくことによって、元の盤面のところから、新たな残った部分の盤面の境界を得るということが、その等式でつないでできるわけです。で、最終的にはこれ全部埋まってる、敷き詰められてるわけなので、最終的に得られる、この元の、群の要素っていうのは単位元になるわけです。で、結論としては、この群において、元々の盤面っていうのが敷き詰められているときには、うまく相対で敷き詰められているときには、それは単位元に等しいですよ、ということになるわけです。ここまでいいですか？だから今言ったのは何かっていうと、敷き詰められるならば単位元ですね。標語的に言うと、敷き詰められるならば単位元です。じゃあ今ですね、じゃあ敷き詰められないということを言おうとするんだったら、この対偶を使えばいいわけです。対偶は何になるかっていうと、書いてみると、これ単位元でない、ならば敷き詰められないんです。ですか。だから、今この敷き詰められないっていう結論を導こうと思うんだったら、何をすればいいかっていうと、こういう群を考えて、今この盤面があるんですけども、この盤面が実はその群の単位元ではないんですよということが言えれば十分なんです。いいですか？で、これを今からやっていきたい。今言ったことをちょっとまとめます。x と y を生成元として、タイルの境界後は単位元であるという関係式の作りを考えます。で、これを g とします。これ先ほどやったことです。ちょっと前のページに戻ると、それがこの g です。ですか。で、盤面がタイルで敷き詰められると仮定すると、今言ったプロセスを経て、その盤面の境界後は g の単位元になるということが分かります。で、その対偶を取ると、これが言えると。盤面の境界後が今考えている群の単位元で何ことが言えれば、そこからタイルで盤面を敷き詰めることは不可能であるという結論が得られるわけです。やりましたね。で、ここまでは今言ったことです。で、問題は何なのかっていうと、この群がすごくややこしいんですよ。この群は今、この x と y という2つの文字を使って、ここにある関係式を満たすように作ってるんですけども、この群はですね、実は有限群じゃないです。だからこのようなその表示を使って書かれる群が全部有限群であるかのような誤解を前回与えたかもしれませんけども、そうではなくて、残念ながら、この群は有限群じゃないんですね。有限群じゃない。だから、例えば何だろう、有限群じゃないです。有限群じゃない。典型的には有限群じゃないです。有限群に偶然ならばあるかもしれないけども、典型的には有限群じゃないです。なので、困っちゃうんですよね。だから有限群じゃない群を扱うっていうのは非常にいろんな意味で大変なので、あんまりやりたくないんですよ。で、なので、何をするのかっていうと、この G そのものを扱うんじゃなくて、G から置換群への群同型を考えます。で、これを使って証明の助けとします。まあ、置換群じゃなくてもいいんだけど、置換群は考えやすいので置換群にします。はい。
で、前回の講義でどういうことをやったかっていうと、ちょっとこの余白に書きますけども、群が2つあって、ファイっていう群順動形が、あったとします。で、この時に何が言えるかっていうと、G の単位元はこの群順動形によって必ず H の単位元に移る。っていうことを前回、これ証明していると思います。証明しました。そうしたら、別のことを言うと何なのかっていうと、何かを移して、何かを、じゃ、これですね。群順動形によって、で、X というものを移して、それが単位元じゃないだった、H の単位元じゃないんだったら、この X っていうのは単位元じゃないんです。G ね。この関係式が成り立つはずだから。いいですか？だから、何を言ってるかっていうと、今、この G として、我々、この G ですね。このタイルの境界語から作られる、群を考えます。で、H として、うまい置換群を取ってきます。うまい置換群を取ってきます。で、うまい群順動機を考えます。うまい群順動機を考えます。で、その時に、その対、盤面の境界語として X を取ってきます。で、盤面の境界語としてちょっと今が、口だけで言ってるんで、ちゃんと書きますね。G として、そのタイルの境界語から作った群を取ってきます。で、X として盤面の境界語を取ってきます。で、それで、うまいこと、この H っていう群を作ります。群を作ります。で、この、群順動形画像、ファイを作ります。で、その時に、このファイ X が H の単位元ではないってことが言えると、そこから X は G の単位元ではない。つまり、盤面の境界語は G の単位元ではないと結論が得られるので、上の、ここに書いてあることを使うと、タイルで盤面を敷き詰めることは不可能であるという結論が得られるという、あらすじになります。いいですか？なので、今からやるのは何かっていうと、敷き詰められない場合に対して、まあ、いつでもできるとは限らないんですけども、このうまい置換群と群順動形を作って、実際にこのファイ X が、その、置換群の単元ではないってことを言おうと思います。それをやっていきます。で、今これは敷き詰められない場合の話ですね。何かというと、こちらが 5×5 になってますね。5×5。なってますか。この場合は敷き詰められない場合なんです。で、じゃあ、実際にこの敷き詰められない場合に、今の、方針に従って、境界語とか考えて、群を考えてやっていきましょう。で、そうすると、うちの、タイルの方は今変わりませんから、境界語それ変わりません。x2 乗 y、x-2 乗 y インバースっていうのと、xy2 乗 x インバース y-2 乗っていうのが境界語になります。なので、そうすると、この考える群っていうのは同じになるわけです。同じになります。ということですね。で、この時に、この、5×5 の盤面の境界語が、この群の単位元ではありませんよってことを証明したいと思います。で、それが目標になります。で、そうすると、まず、この盤面の境界語は、左下からスタートするとすると、x5 乗 y5 乗 x-5 乗 y-5 乗という形になります。ですか？で、それが単位元でないってことを証明したいということになります。で、そのために、群順動形を使うわけです。で、どうするかっていうと、これを考えます。次の置換群を考えますって何かっていうと、1、2と2、3という、互換ですね。で、これで生成される置換群を考えます。で、これは実際どんな群だったかっていうと、これ多分、前々回の授業か、あるいは演習問題であったと思います。これちゃんと、うまく定義できるわけですね。1、2と1、3だけを使って生成される置換だけを全部持っていくというわけです。で、ここにそのうまい群順動形っていうのを与えています。で、何かっていうと、これは今、G っていうのは X と Y、
が作られてますから、X と Y が何に映るのかってことは今日、示してあげれば、大丈夫なんですけども、まあ、X を1、2に移して、Y を1、3に移す。っていうふうにすることになります。そういうふうに文順同期を作ります。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、こういうふうに、まあ、勝手に、この、要素を移し替えるだけで、本当に文順同期になるのかっていうことは、定かではありません。で、これちゃんと本当に文順同期なのかってことを確認するためには、このようにして作った、この写像が、この、あれですね。関係式もちゃんと、保存するんだってことを言ってあげる必要があります。まあ、言ってあげれば十分です。言ってあげれば十分です。で、それをやります。で、何かっていうと、今、この x2 乗 y、x-2 乗 y インバースっていうのが、元の g という文では単位元だったんですけども、じゃこれは、このファイで移した後も、この h における単位元、つまり高等値観なのかってことを考えたようです。で、そうするとですね、今、これはまず、群順同型写像であるっていうふうに、言いたいので、これは、群順同型性、群順同型の定義なんだったかっていうと、x, y っていうのがあったら、これは phi x, phi y に分けられる。これが群順同期の定義です。だから、今、この、なので、ちょっと、なのでって言い方できないんですけどね、x と y っていうのはちょっと今、ちょっと文字が悪いんで、ちょっと文字変えます、ね。文字変えます。a, b に対して、任意の弦 a, b に対して、phi a, b は phi a, phi b になるので、φx2 乗 y、x-2 乗 y-1 乗っていうのは、これは、φx じゃなくて、すみません、いいかな。φx の2乗、φy、φx の -2 乗、φy のインバースっていうふうになります。ここの変形は、演習問題にあったいろんな関係式を使っている可能性ありますけども、まあ、これは正しいです。でそうすると、今、φx は1、2っていう、互換。φy は1、3っていう互換だったってことを考えると、ここに書いてある等式が成り立つわけです。ですか ?1、2の2乗、1、3、1、2のマイナス2乗、1、3のマイナス1乗。で、ちょっと重要な点があって、1、2っていうのは、とか、これ1、3はこれ互換なので、1、3のインバースっていうのは実はこれ1、3と等しいです。1、3、1と3を入れ替えるっていうのは、もう一回やると、元に戻るわけなので、1、3の2乗っていうのは、ここありますね。1、3の2乗ってこれは、高等値観なんです。1、2の2乗です。1、2の2乗とか、その互換の積っていうのは、高等値観です。だから、1、3の2乗は高等値観なんだから、1、3っていうのは、1、3のインバースと等しいわけです。今、上の式の、両辺に右から1、3のインバースかけたんですね。で、そうするとこれが得られるわけです。だから、1、3のインバースは1、3と等しいです。ということを踏まえて、じゃあこの実際にこの1、2の2乗、1、3、1、2のマイナス2乗、1、3のインバースというのはどういうことになるかっていうのを書いたのがこれです。ですか。で、置換っていうのは右から順番に作用させているわけなので、この初めにあるのが、初めに書いたのは1、3のインバースです。1、3です。1と3を入れ替えてやるんですね。で、次に1、2を2回入れ替えるっていうのがあって、1、2を2回入れ替えて、1、3を入れ替えて、1、2を2回入れ替えるっていう部分。これを全部書いたのがこれです。ですか。で、これ実際こういう辿ってみると、1はどこに行くのかなって辿ってみると、1に行きますね。じゃあ2はどこに行くのかなって辿ってみると、2に行きますね。おお、素晴らしい。で、3はどこに行くのかなって辿ってみると、3に行くな。こういうふうになるわけです。ということなので、この上の、この、x2 乗 y、x-2 乗 y-1 乗 y インバースを、ファイで移したものは、ちゃんと高等値観になります。なりましたんですね。で、同じように、xy2 乗、x インバース y2 乗、マイナス2乗っていうのも、φで移したら、高等値観になるんだってことを確認することができます。で、これ同じようにやっていて、x のところは1、2、y のところは1、3になるように移していると。で、今ここに書いたものを、混ぜて書いていると。1、3のマイナス2乗、1、3を入れ替えるのを2回やって、1、2を入れ替えて、1、3の2乗、1、3を2回入れ替えて、1、2を1回入れ替えると。で、そうすると1のところは、やっぱり、1に行って、2のところは紫。2に行って、3のところは3に行くという形で、やっぱりこれも高等値観になるということになるわけですね。だから、ちゃんと今ここに、まあ、群順同型写像を考えると言ったので、これちゃんと群順取りそうになっていることが、これでわかるわけです。いいでしょうか。
で、このような置換群 H と群順と S を考えました。では、今考えている盤面の境界語である x5 乗 y5 乗、x-5 乗 y-5 乗っていうのは、このファイによって何に移るんでしょうかということを考えます。これですね。で、そうすると、これは今と同じようなことをすると、1、2の5乗、1、3の5乗、1、2のマイナス5乗、1、3のマイナス5乗、こんな形になります。で、先ほど言った通り、1、2の2乗っていうのは、高等置換だったり、1、2の、インバースは1、2である。ってことを考えると、何がわかるかっていうと、例えば、1、2のマイナス5乗っていうのは、これは、1、2の、5乗と等しいわけです。で、これは、1、2の2乗、ちょっと場所がない。ちょっと動かすと。1、2の2乗、1、2の2乗、1、2ですね。だからこれ1、2と等しいわけです。って形で、ここの部分は書き換えています。いいですか？で、同じように1、2の5乗も1、2ですね。で、同じことは1、3という感じに対しても言えますから、1、3の5乗は1、3。1、3のマイナス5乗は1、3。という形になって、これは1、2、1、3、1、2、1、3という互換の積になります。じゃあ、これは何なのかってことを、またこれ図に書いてみましょう。こうですね。まず、1、3。右側からやっていきますから。1、3、1、2、1、3、1、2っていうのを互換の積になります。ここ書いてます。で、それで、じゃあ今、1はどこに移るのかと見てみると、1はですね、これ2に移るんですね。で、じゃあ2はどこに移りますかと言ったら、これは3に移ると。で、3はどこに行きますかって言ったら、これ1に移る。だから、1が2に移って、2が3に移って、3が1に移るっていう、1、2、3という巡回置換になるわけです。で、これは、高等置換ではありません。いいですよね。つまり、このタイルの、盤面の境界を移した先っていうのは、移した先の単位元になりませんから、もともとの群においても、この境界語は単位元ではないということが分かったわけです。つまり、先ほどの考察から、この場合は引き継げられないというふうな結論が得られるわけです。いいでしょうか。この簡単なことをわざわざ難しくやってるなっていう感じは、この時点ではするわけですね。で、これは、まあ、例としてやってるのでいいんですけども、じゃあ難しい例ちょっと考えてみましょう。この場合ですね、今ですね、この4、1×4 のタイル、まあ、回転させて使ってもいいというふうにしましょう。で、ここに 10×10 の盤面だとします。で、これじゃあ、この 1×4、4×1 のタイルで敷き詰められますかっていう問題を考えたいと思うんですね。で、そうしたら、まあ、初めに考えるのは、先ほどの、5×5 の時になったような形で、まあ、面積なわけですよ。で、面積考えると、左側のタイルの面積はどちら側も4です。で、一方、10×10 の盤面の面積、これも 10×10 なので、これは2、100なわけですね。で、ポイントは何かっていうと、100は4で割り切れるわけです。4分、100ってこれ20万ですね。だから、これ敷き詰めようと思ったら、敷き詰められる場合には、ちょうど25個のタイルを使えば敷き詰めることができるかもしれないわけですね。だから、この言い方すると、面積を見るだけでは、この敷き詰められないってことは言えません。この例では。でも実際ですね、この場合にこれ敷き詰められないんです。結論としては。で、それをうまく言う必要があって、で、まあ、ここで先ほど、使っていた、手法を使って、それを解決しましょうということをやってみます。だ、そうすると、そのためには、まず、境界語を知る必要があるわけです。じゃあ、境界語を書いてみましたと。まあ、これ、先ほどと同じような形でやってますね。例えば、その左下の点をスタートとして、10×10 の場合には、x10 乗、y10 乗、x-10 乗、y-10 乗。まあ、こういう形になります。で、縦横の場合は、タイルの場合は、この 1×4 の場合は、x4 乗、y、x-4 乗、y-10 乗。まあ、こういう形になる。なので、まあ、この境界語を書けると。で、何をするかというと、境界語が、単位元であるような、x と y によって生成される群を考えます。それはこれですね。ですね。で、この群において、この境界語である x の10乗、y10 乗、x-10 乗、y-10 乗が単位元ではないことを証明する。そのために、置換群に向かっていく群順等級作図を考えましょうということをします。で、まあ、この場合はどういう群順等級とか、置換群を考えていいんですかとかっていうふうに、この置換群と群順等級を見つけるところは、なかなか難しいです。で、まあ、頑張ると、
頑張るとって、私が頑張ったわけじゃないので、あんまり頑張るとって言えないですけど、頑張るとこういうのを例えば使います。これは1234、1235で生成されるものですね。ものですね。そのような、置換群です。で、この場合は、だから、5つ要素がある集合の上の置換を考えていると思ってください。で、その群に対して、ここに書いてあるような群順同型作像を考えます。で、これがですね、実際に群順同型作像なのかってことを、また示す必要がある。で、この場合、だから先ほど考えていた、タイルの境界語っていうのが、一つが x4 乗 y、x-4 乗 y-1 乗。で、もう片方が x4 乗、じゃあ xy マイナス、あ、いない、もう一回。xy4 乗、x インバース y-4 乗です。で、先ほどと同じような形でやるんですけども、これ計算するときにどういうふうに思うかっていうと、これはあの群順同型数を使って、これは時間で書いたんですけども、この時に、これはパッと見て、これはですね、行動置換ってわかるんですね。なんでかというと、今この1234っていうのは、これは巡回置換で、1を2、2を3、3を4、4を1に移しているので、これは4回それを適用させると1周回ってきて元に戻るわけです。つまり、このなんとか4乗、この部分っていうのは、口頭置換なわけです。で、それは逆回りしても同じなわけです。ですか？で、そうすると、まあ、口頭置換の部分を無視すると、この1235と1235のインバースがあるんです。インバースですから、口頭置換に入れます。ですか？インバースですから、あんまり説明になってないんですけど、1235とそのインバースの掛け算だから、口頭置換になります。で、同じようなことは下にも言えますね。この1235の4乗っていうのが口頭置換で、1235のマイナス4乗が口頭置換ということですね。で、そうすると残っている部分が1234と1234のインバースなので、口頭置換になるということになります。つまり、もともとその関係式で口頭置換にならなきゃいけないと言っていたものを移しても、落ちた時の単位になるので、これ、群順同型作用になってます。ということになるわけです。ではですね、今この、置換群において、もともとの群の盤面の除外語であった x 10乗、y 10乗、x-10 乗、y-10 乗っていうのが何に移されるか、この群順同型作用になって、それをやってみます。で、そうすると、これはそのまま書くと、これですね、1234の10乗、1235の10乗、1234のマイナス10乗、マイナス10乗と、こういう形になるんです。で、先ほど言っていた、4回施すと元に戻るんだってことを考えると、この10乗っていうのは実は2乗と同じなんだってことがわかるんですね。ですね。マイナス10乗っていうのは、その逆向きに10回転するんですけども、それは4回も回すと元に戻るんだから、マイナス2乗になります。いいですかね。ということなので、考えたいのは、これ、1234の2乗、1235の2乗、1234のマイナス2乗、1235のマイナス2乗。それを書いてあるところですね。この部分、初めの部分、これは、1235のインバースです。これ書いてます、これ。1235のインバースなので、4はまず動かないわけです。4は動かない。4は動かないんだけども、1235のインバースなので、1は5に行きます。1は5に行きます。ですね。で、5は3に行くと。5は3に行く。で、3が2に行って、2が1に行く。いいですか？で、1235のインバースが2回続いて、その後に来るのは、1234のインバースですね。で、これは、5が動かないですね。5は動かなくて、1234が逆向きに動くので、1が4に行きます。で、4が3に行って、3が2に行って、2が1に行く。こういう形になっています。で、それが2つ続くと。で、マイナス20。ということですね。いいですか？で、その後、1235が2回続いて、これ1235ですね。これ1235なんで、それは、1が2、2が3、3が5、5が1と、4は動かない。という形になっていると。で、残り2回は1234。なってるわけです。これは1が2、2が3、3が4、4が1で5は動かないという形の置換です。で、そうすると、これはどんな感じになっているのかなっていうふうに思うと、1を見ていくと、1は追ってると、1、こうなって、こうなって、1は1に動きますね。1は変わらない。じゃあ2はどうでしょう。じゃあ2を追っていくと、2がこうなって、2は4に行きますね。こうなんとか、2は動いちゃった。もうこの時点で口頭しかないですね。で、3はどこに行くか。3は動かない。3は3のまま止めた。じゃあ4はどこでしょう。4、こうですね。4は、ちょっと今、ずれた。4は5に行きます。4も動いちゃう。
で、5は、余ってるところがある。だから5はニンニクと。ダメだ、ちょっと、ペンの色が足りないですけど、5はニンニクいますね。だから、2が4に行って、4が5に行って、5が2に行くと。だから、2、4、5っていう巡回時間になっています。で、これは単位元ではない。高等時間ではない。ということですね。だから、x 十乗、y 十乗、x マイナス十乗、y マイナス十乗っていうのは元の群の単位元ではない。つまり、1×4 のタイルで 10×10 の番号を示せられない。という結論が得られるということになるわけです。なるほど。ということですね。よろしいですか？はい。で、ちょっと注意しとかなきゃいけないんだけども、これ、質問されそうなので、先回りをして、ちょっと言っとくと、この置換群と群順等って、例えばどうやって見つけるんですかというのは、ありがちな質問で、これはですね、私もよくわかんないというか、これはですね、試行錯誤の賜物である部分が大きいです。試行錯誤で、まあ、どう試行錯誤するのかっていうことはちょっとあるのかもしれない。コツはあるんですけども、それはですね、もう少しその群論のことを知らないと、ちょっと説明できないんですね。いろんな、テクニックはあるみたいで、その群の構造とかですね、その群論のことをもう少し勉強しないと、そこら辺のことを説明できないので、ちょっとそれは、ご容赦くださいということになります。最後にちょっと参考文献をあげるので、その参考文献を見てもらって、群のことを勉強しながら読んでもらうと、ちょっとわかるかもしれないということになります。はい。じゃあですね、もう一個最後の例として、これやりましょう。もうこれは、もう、大変すぎますけども、これは何かっていうと、1×3、3×1、なんでしょうね、この十字。で、この、タイルを使って、この 10×10 の盤面を埋め尽くしたい。だけですね。で、これは、もうなんか複雑すぎてわけわかんないかもしれませんけども、なんか、先ほどの、その、あれですね。面積の話も、ちょっとこれ、考えるのは難しくなってくるわけですね。なんでかっていうと、こちらの単位で使っていいタイルの面積が、このタイルによって違うわけです。このタイル、面積3、これ3、これ5、こんな感じなんですね。で、こちら側は面積100なんですね。で、じゃあこの面積5のタイルだけで、100のこの盤面、これは、敷き詰められますかって言われると、これは、このなんか、形が歪だから、まあ、無理かなっていう気はするんですよね。で、実際、まあ、それだけでは無理なんですよね。だけども、このなんか 3×、3×1 とか 1×3 のタイルをなんか巧妙に使うことで、そこら辺が回避できるんじゃないかなっていうような可能性を排除する必要があって、それは、ちょっと大変そうですよ。大変そう。考えるのが難しそうですね。どうやってそういう。だから、まず、これですね。結論を先に言う必要がありますけども、これは、敷き詰められないわけです。敷き詰められないんですけども、それをその、だからこのですね、12だけ使って敷き詰められないっていうのは簡単だと思うんですけども、その隅っこのね、部分がうまく埋まらないからできないってことを言えるんだけども、じゃあこのね、1×3 とか 3×1 っていうものの助けを借りてもできないんだってことを言おうとすると、ちょっとね、大変な気がするんですよね。まあ、そういうふうになんか、いろんな場焼きをして、証明するってことができるとは思うんですけども、ちょっと、まあ、複雑だなっていうか、ややこしいなって気は、まあ、するんですよね。で、じゃあ、群論でこの場合ちょっとやってみましょうと。で、そうすると、まあ、この3つのタイルの境界語と、この 10×10 のタイルの境界語、これを考えることになるわけです。で、ちょっと、この十字は先ほどの、簡単な図形に比べて、ちょっと、境界語難しいので、ちょっとやってみると、これはまた左下から順番に、やって、反時計回りに回っていくと思うと、初めがこれ X ですね。で、次が Y。で、次が X。で、次が Y。こんな感じです。で、それがこの XY、XY ですね。この部分ですね。で、次、西に行くと、ここが X のインバース。で、次、縦に行くと Y。で、次、西に行くと X インバース。で、次、下に行くと、これ Y インバースですね。で、それが X インバース、Y、X インバース、 Y、X。ここまでですね。最後の部分は、あと4つは、これ、X インバース、Y インバース、X、Y インバース。こうなります。これ、ここですね。で、まあ、こういうふうな形で境界語は、タイルに対しても、盤面に対しても、先ほどと同じような形で作れます。で、やりたいのは何だったかっていうと、境界語を単位元とするような関係式を持つ、X と Y で生成される群を考えるとですね。で、それを G とすると。まあ、G じゃなくて、G とします。ちょっと、2行の形でやってますけども、この境界語ですね。これは今考えた3つの境界です。で、それが単位元であるような、X と Y で生成される群を考えます。
で、これにおいて、盤面の共体語である x 十乗、y 十乗、x マイナス十乗、y マイナス十は単に長いことを証明したいということになります。で、そのために、置換群を使いましょうということになります。で、これもですね、もうどうやって見つけるんだとか、また、これもなんか私が見つけたわけではないので、あんまり自慢できるものではないかもしれませんけど、まあ、こういうのを考えましょう。1、2、3と3、4、5で生成される置換群を考えます。で、だからこの場合は要素数5の、集合上の置換を考えるということになります。で、X を1、2、3、Y を3、4、5に移すということをします。で、そうすると、これで本当に群順統計なのかを調べるためには、先ほどの3つのですね、境界語を移した先が高等置換になっているんだと確認すればよいということでした。で、実際やってみます。で、ここでやってるのはそのうちの2つです。まあ、簡単な2つですね。x3 乗、x インバース、y マイナス3乗の場合はこうなります。で、これ先ほどの、例と同じように、この辺、345の3乗とか、345のマイナス3乗というのは、これは、高等作用になるわけです。高等置換になるわけです。その巡回置換、3つのものを回しているので、それを3回転させれば元に戻るというわけですね。そう、さっきなんか図がなかったんですけど、345っていうのは3を4、4を5、5を3に移すって、こういう、置換なので、巡回置換なので、3回やると元に戻るわけですね。3を1回動かすと4になって、4を1回動かすと5になって、もう1回動かすと3になるということなので、3乗させると元に戻るということです。はい。なので、あとは123と123のインバースを見れば、その2つはかけると高等置換になるということになります。同じことが下の方でもできるということになりますね。で、もう一つ、その十字の形に対応する、境界語、ややこしい形してるんですけども、それに対してもこんな形ができると。で、これはちょっとね、真面目にやらなきゃいけないですね。xy、xy、x インバース。これも全部これ書いてみましたね。で、これは多分、どこもこれ簡単にならないと思うんです。先ほどのような言い方で。だからこれはちょっともう真面目に書きましたということですね。で、まあ、真面目にどう書いたかというと、初めの部分、これは345のインバースですね。ですか。もう一度言いますけども、この後ろの方から順番に適用させていくわけですね。はい。345のインバースなんで、5が4に行きますね。5が4、4が3、3が5ですね。って形になっています。で、最後のところが、だからこれはここですね。最後のところが1、2、3だと。これだと。そうですね。で、これちゃんと正しく並んでるはずなんですけども、ちょっと確認できないですね。1、2、3。345、123、345、123のインバース。いいですね。で、345、123のインバース、345のインバースですね。で、123のインバース、345のインバース、123、345のインバース。合ってますね。はい。で、じゃあこれで、各要素がどこに移るか見てみます。じゃあ1がどこに移るかというと、1はさあどこに移るんでしょうかと。あ、1ですね。よかったですね。じゃあ2はどこに移りますかと。やっていくと、何に移りますね。いいですね。じゃあ3はどこでしょうと言われたら、3は、O、3ですね。なんか高等置換っぽくなってましたね。で、4はどこでしょうと見ていくと、こういって、こうですね。あ、4ですね。よかったですね。だから、5も5にします。どういうことなので、これ確かに高等置換ということが分かりましたということですね。確かに群順等距になっているということが分かりました。ではですね、今考えている、盤面の境界語は何かということを見ていきましょう。あ、書いてあった、しまった。すいません、やりますね。じゃあ、盤面の境界語何でしょう。やってみます。そうすると、x 十乗、y 十乗、x 七十乗、y マイナス十乗なんですけども、それ x と y、x インバース、y インバース、何にするかということが書いてきました。そうすると、1、2、3っていうのの十乗っていうのは、1、2、3の3乗、1、2、3の3乗、1、2、3の3乗かける1、2、3。なので、この部分、前の部分、これ全部高等値かなんですね。だから、1、2、3が残るわけです。ですかね。だから、10乗のところはそんな感じだし、マイナス10乗のところもマイナス1乗が残ります。ということなので、あとは、この1、2、3、3、4、5、1、2、3、インバース、3、4、5、インバースがどうなのかということを見てあげればよいと。で、そうすると、例えば、ここが、3、4、5インバースですね。初めが3、4、5インバース。間違いそうですね。で、初めのところは1、2、3です。という形で、順番に4つの置換を連ねてあげればよろしい。で、そうすると、じゃあ1はどこに行きますかと言われたら、4ですね。2はどこでしょうと言われたら、これは2。2は動かない。で、3はどこでしょうと。3は1ですね。じゃあ4はどこに行きますかと言われたら、4は、
3人いますね。5は5人いますね。そうすると、1が4、4が3、3が1っていうふうに言ってるんで、1、4、3っていう、巡回時間になるということがわかります。で、これは、口頭時間ではありません。ということなので、先ほど同じような形の結論が得られます。でそうすると、1×3 のタイルと、十字の、さっきの、5個のものですね。あの、5個の、正方形から言われる、ポリオミノのことをペントミノって言うんですけども、その十字のペントミノを使って、10×10の盤面は敷き詰められないという結論が得られました。ということになります。いいですか？まあ、演習問題にも同じようなものがあって、まあ、自分でこの、群順同型作動とか、H という時間分を見せるのが難しいので、与えてますので、私の方から与えてますので、実際にそれが群順同型作動になっていることとか、この、盤面の境界語が口頭時間にならないということを実際確かめてみてください。はい。このですね、境界語によるタイミングの不可能性の証明を発明したと言われているのは、このコンウェイとラガリアスの論文とファーストの論文があっても、ここら辺で、開発されました。まあ、コンウェイもラガリアスもファーストもすごく高名な数学者です。で、この手法は、まあ、後に、パークとかライト、何によって発展していて、まあ、今では割と広く使われているような感じがするんですけども、これを使いこなすのはなかなか難しいような感じがして、あんまりこの、手法を使っている人自身は見かけないというか、まあ、難しいんですよね、この手法を使うのは。ただし、使える場合にはすごく強力なんですよ。だから皆さんもですね、ぜひこういう手法があるんだってことぐらいは、頭の中に留めておいてもらって、群論の応用としてこういうことができるんだってことをちょっと、学んでもらえると嬉しいかなと思います。はい。では今日の問題ですね。有限群の応用として、15パズルとタイリングの話をしてきました。まあ、特にですね、その2つの不可能性の証明の方ですよね。の話としてしてると、紹介しました。で、何かが不可能であるってことを、やっぱりその証明できるっていうのは、数学の力だと思うんですよね。何かができるっていう時には、その、できるってことを実際に示してあげればいいんだけども、何かができないってことを示すことは、すごく一般的に難しいんです。で、それを数学は可能にしてくれるわけです。非常に、強力な道具だと思います。だから、この面でも、その数学を道具として使うんだっていう側面っていうのは非常に重要なんだってことを、認識してもらえたら嬉しいかなというふうに思います。はい。で、離散代数の話は今日で終わりになります。次回からは離散確率論の話になりますので、また確率論忘れてるかなというふうに思う人はちょっと復習をしておいてください。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。